皆さんごご覧いいただきありがとうございます現地5月1日カブス対レッズレッズのアミール・ギャレットカブスハビア・バイズがヒートアップ両チームのベンチが空となりました今回の件の発端の発端となるかもしれないのは2017年バイズがギャレットから放った満塁ホームランですよっしゃーとバイズ悔しいギャレットただ特に喜びを爆発させることなく普通にベースを回って最後にリゾとハイタッチ しかし2019年5月、ギャレット対バイズ再び、ギャレットがバイズを三振。大きな雄たけび上がります、そしてマウンド降りながらコラーと、やっぱりあのマンリーホームランマーグルだったなと、これに対してバイズも黙ってません、お前勝手に打たれと言って、いつまで引きずってんだよと。で、リゾも中に入って何か熱くなってんですよね。 これがリゾとギャレットの因縁、バイズとの因縁になってるかもしれません。というのも5月1日8回、ギャレットはこの回からの登板なんですが、ウォーミングアップを終えてリゾに対するという時になぜかマウンドを降りてリゾに近づいていきます。近い近い近い。で、リゾはもうお前なんだよ、こっち来んなよと。相手にしねえよ、俺はと。カウント1ボール2ストライクからの1球、空振り三振。マウンドでおたけび上がります。どうだ、俺のスライダー打てねえだろうと。このろうと。 という感じでしょうかね。で、リゾはもう、ええー、と、またあいつなんか言ってるよと、もういいよ、俺は帰るよと。ただ、カブスベンチから何か言われて、さらにヒートアップ。審判はもうダメだよ、出てくんな、出てくんな、ダメダメ、落ち着けって、おい、あーと。収集つかなくなって、カブスのバイズが暴れてます、ファックューと。中指もきれいに立ってます、ムスタカスが止めに入る。ギャルトはも、うお前こっち来いよと。お前やんならこっち来いと。 もう一人で暴れてもうみんな必死に止めてますけれどもね。まだなんか言ってますよ。ロマンが必死に押さえてますけどもね、いいからいいからと。OKOK、こっち OK と。デバイスももうなんだあいつチームメイトもうんざりしちゃってんじゃねえかよと。どうしようもねえなと。OKOK。帰ろう帰ろうと。もう相手にするのやめようなと。いう感じでしょうかね。 で審判団が集合してもう最初止めようと思ったんだけどなともうダメだったわとまあしょうがねえよとあいつは無理だよとで当のギャレットは一暴れしたしと次のバッター集中と対象にはなってませんえこれに対して、えー、カブスベンチはマジでとあいつ何続投すんのと3バッタールールってひでえなとそしてギャレットは後続のバッターをしっかりと打ち取りますライトフライで3アウトよっしゃと三者凡退と満足満足